リーチさんの人柄を知れと家のみんな、やっぱりいいわリーチくん。はい、よろしくお願いします。今は小さな戦、そんな、もしそうなった場合、父上はミーシアン総督の直属の会に言うと、サマポーズ帝国ミーシアン州かな。なるほど、リーチさんありがとうございます。はい、早速今日も人材探しに行き、魔法ですか。ああ、魔法。赤い液体の入った玉をつけて短い呪文をイグニイラプタ。それ以来二度と使わせてもらってない。はい、そうだ。おまんにアンベルコの立派なお城だ。こういう暮らしをさせてあげたいな。鑑定。ですね。今の我々ではどうすることもできません。この人たちを助ける力はありません。僕はそういう領地を、という人たちの中に才能がある人がいた。うわぁ、美味しそうなものがこんなに。ドラゴンの歯、しかもそれをペットに。ほしい、ください、3つください。ちょっとリーチさん、わかりました、買いません。だからやめてください。僕が騙されるたびにこうなるのか。しっかり食べて。ださいな。どうします。すまない、ご辛抱。早い。以外にも、僕の家臣になってくれませんか。リーチさん、彼女魔法の才能がすごいんです。は？ふざけないで。あなたはすごい魔法の才能があるんです。それに、その財布だから、あなたもいかにも貴族のお坊ちゃん。僕は違います。僕はいつかそのために力を貸していただきたいんです。どうしてですか。この子たちは。リーチさん、財布を。大丈夫です。アレス様、僕に彼女を連れて行く。はい、いい街を作りたいと言ったのは本心です。彼女が言っていることは正しいです。